かわいい顔して色白で知恵が回って明るくて笑い上手はいいけれど派手ないたずらたまに傷あれはどこの子魔法の子あくび娘と人が言うシュワシュービドゥワあくび娘は素敵な子ワンドゥルドゥルドゥドゥワンドゥルドゥルドゥドゥワン男勝りで素早くてパンチ強くてかっこよく抜け目ないのはいいけれど派手ないたずらたまに傷あれがそうだよ魔法の子あくび娘のことなのさシュワシューピドゥワあくび娘は素敵な子ドゥルドゥワコロニカンちゃんの話ヘッシュッおお。あくびちゃんのかわいいコオロギさんとカブトムシさん今日もご機嫌ねさあおいしいものをいっぱいお食べいいことあくびちゃんはお使いに行ってきますからねおとなしく待ってるんですよぷいけどね、かんちゃん、これあくびの可愛がってた虫でごじゃるよ。お前主人に逆らうのか？僕はむしゃくしゃしてるんだ。早く捨ててこいよ。わかりましたよ。捨ててくればいいんでごじゃる。かんちゃんは川に捨てろと言ったけど、かわいそうでごじゃるね。それにあくびに知れたらどんなに悲しむことでごじゃろうか。笑うから許してん。いやーまた来た。あーいつもの通り歌舞伎なんですよ。当たった。かんちゃんただいまでござるよ。かんちゃんったらのんきに昼寝なんかして、あたしも頭に来たから昼寝するでごじゃるよ。ほんとに嫌になっちゃう、もう。あら、これはあくびちゃんのコオロギとカブトムシさんの入ってたカゴだわ。どうしてこんなとこにあんのかしら。ハンバーグでござるが。ハンバーグじゃないわよ。あくびちゃんのコオロギとカブトムシさん知らない？痛いな、後で聞いてきたよ。コオロギだかカブトムシだか知らないけど、カンちゃん捨ててこいっていうか捨ててきたの。以上です、終わり。はい。まあやっぱりカンちゃんね、よくもあくびちゃんの可愛がってた虫さんたちを。よし、カンちゃん覚えてらっしゃい。カラピンカラピンステッピーへへ、いい君、罰としてコオロギとカブトムシになっていなさい。それからどうしたの？あら、二
二人とも遊びに出かけたのかしら。おかしいわね、おやつの時間にいないなんてことなかったのに。ああ、おやつの時間だね、遅れよ。本当にカンちゃんたらどこ行っちゃったのかしらね。僕はここにいるのにママったら変だな。あれ、嫌にママが大きく見えるな。いないんなら私がいただきましょっと。ママ、僕はここにいるじゃないか。どこ見てるんだよ。コロ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 。は？だが変だぜ。は？これが僕かい？コオロギの化け物じゃないか。どうしたんだこの手、この体。僕はコオロギになっちまったんだ。誰でござるか、私の目に落っこってきたのは。どなたでごじゃるか。どなたでごじゃるかって、その声は確かに魔王じゃないか。魔王って言うけども、私はコオロギに知り合いはないんでごじゃるよ。僕だよ僕、ほら、かわいいかわいい、カンちゃんさ、お前の主人だよ。カンちゃん、どうしてこんなコオロギの姿になってるんでごじゃる。お前だってカブトムシの化け物だぜ。へっ、お、あれ、俺、これは一体どうなってんですかね。それがね、僕たちいつの間にか虫にされちまったんだよ。一体誰がこんないたずらを。カンちゃんも、あとたまもとってもかっこいいわよ。か、さてはあくびでごじゃるな。どうしてこんないたずらしたんだよ、あくび。だって、二人ともあくびに悪いことした罰よ。罰？そうよ、あくびちゃんが可愛がっていたコオロギとカブトムシさんを捨てちゃったんだもん。当分その格好でいるといいわ。何を言うんでごじゃる、私は嫌ですよ。そうだ、マジックハンドで元通りにいた。おかしい、あれない、あれ、あ、へへへ、あくびも知らないと。そうか、あくびが隠したんでごじゃるな、こら。じゃあ私遊びに行ってきますからね、バーイ。おーおい、あくび、待ってたら、待ちなさい。そうだ、僕は空を飛べないけど、魔王、お前なら飛べるはずだよな。僕を乗せてあくびを捕まえに行くんだよ、早く。これは情けないことになったでごじゃるね。ふう、疲れた。あくびのやつ、一体どこ行ったんでごじゃるかね、本当にもう。エリア！なんだか見たような顔だ。キャープルコーディス。脅迫ちゃんの匂い。危なかった。やれやれ、虫も思ったより大変でごじゃるな、カンちゃん。それからそれから。アグビ、この通り、もう虫はこりごりでごじゃる。この通り謝るから、マジックハンド。ねえ、アグビ、お願い。右に同じだからさ。だいぶ罰が効いたようね。どうしようかしら。ああ、それっと。やったぜ、ママ。あら、蝶々まで入ってる。ほら、見てごらん。ヒゲのあるカブトムシに帽子をかぶったコオロギだよ。きっと珍しい種類に違いないぞ。カンちゃんたら学校へ持ってって自慢するわね、きっと。ひ、ひ、ひ、コロコロ、ひ、ひ、ひ、コロ、ひ。ママ、なかなかいい声で泣くじゃないか。ほんとね。ママ、僕だよ、カンちゃん、ママ。いくら騒いだって、私たちの声は虫の声にしか聞こえないのよ。アクビ、お前だけでも魔法を解いてマジックハンド持ってこいよ。それがね、アクビもタンバリン落としちゃったみたいなのよ。なんだ、タンバリン落とした。どうなるんだよ、そしたら。私も元通りになれないのよ。カンちゃん、カンちゃん、こうなったら何とかしてパパやママに私たちのことを知らせないと。どうすっかな。そうだ、いいこと思いついた。モルス信号でやってみよう。その森そば信号って何でごじゃるのよ。モルス信号、トントンツーツーってやつでね、通信し合う連絡方法。ま、僕に任しとけって。あれ、変なことやってるぞ。
さあママ、そろそろわしは寝るよ。はい。ああ、パパ、パパったら。よし、魔法もっと強く続けるんだよ。あ、痛い。ダメだわ。パパ、ママ。おっと、新聞忘れてたと。おや？パパさん、パパさん。ん？なんだろう。パパ、一体どうしたの？この虫たちどうも何か信号を出してるようなんだ。まさか。いや待てよ。何？僕たちはカンちゃんに魔王にあくびです。テーブルの下のタンバリンを取ってください。え、ママこのコオロギカンちゃんだと言ってるぞ。ほんと？見ろ、虫の言った通りあくびのタンバリンだ。そうか、また魔法でいたずらしよったんだな。するとこの虫たちはカンちゃんに魔王にあくびってわけ。ああ、やれやれ、パパもママもやっとわかったらしい。ほらあくび、タンバリンだよ。タレピン、タレピン、タンピン。カンちゃん、これ一体どうなってんだ。そうよ、カンちゃんにおとたま何か言ったらどう。それからどうした。そうだったの、虫は命が短いんですもの、可愛がってあげなきゃね。ほら、聞こえる。お庭で虫の声がしてるわよ。声デレデレ、うん、秋を感じさせるね。きっと捨てられた虫もどっかで喜んで泣いてるわね。カブトムシ。カンちゃん、カンちゃん、そっとしておいてあげるでごじゃるよ。いやーちょ、痛い、誰か取ってください。痛いね、僕は。短い命なんですからね、自由にさせてあげなさい。あげなさいって、そんなこと言ったって痛いんですよ。私は誰か取って、やめて、痛い、ちょほほー。笑ってないで取ってくださいよ、息が切れる。これが本当の虫の息。もしもしご主人の話。へっしんと。おお。もしもし、こちら与田山でござりますが。はい、そうですか。はいはい、あ、そうです。もしもし、この電話混線してるみたい。ママママ、電話だよ。もしもし、変だな。はっしゅん。あれ、風邪ひいたかな。お前、呼ばれて飛び出て、じゃあ、まあ、おいしい。はい、誰でござるか、私呼び出したご主人様は。あれ、受話器外したままでも。なんだか混線してるみたいな。どうしたのよ、電話だなんて受話器そのまんまじゃないの。はい、私がちゃんと返しておいたんでござるよ、かんちゃん。ダメでござるよ、だらしなくても。バカだな、お前はまだお話し中だったんだぜ。魔王さん、また余計なことして、本当にしょうがないわね。くれめて失礼をば。ところで魔王、お前いつ壺から出てきたんだよ。まったく、かんちゃんたり意地悪いって、しらじらしって悪いしないんだから。もうチェ、何言ってんだよ、僕じゃないよ。ということは、そうだ、もしかしたら今の電話の相手がくしゃみしたのかもしれない。今の電話の人が。大変でござる、早く用事を聞かなければ大変だ。あ、もしもし、こちらは魔王、そちらご主人様、どうぞ。いや違う、その、もし、そんな、もう。相変わらずもうバカだな、そんなことしたってわかるわけないじゃないか。そんなこと言ったってどうすればいいでごじゃるか教えて。その電話の人がもう一度くしゃみしない限りだ、魔王はもう永久に壺には戻れないわけなのだ。おらら、私は壺にハンバーグを一個残してきたんですよ。おらら、まあ、しかしこれは大変だ。なんかいい方法は。さすが、かんちゃんひらめきました。この電話のコードをずっとたどっていけばだ。それから。
そしてこっちがこの線でこれとこれとがこうなってこれこれこれと回せばってこれがこうなるでしょ。いや待ってこっちの線出したかな。これかな。あれ、はい、もしもし、ただいまおつなぎします。はい、もしもし。は、違います。私はあなたの奥さんではありません。もしもし。もしもし、お寿司に2人前お願いね。こちら中国料理、お寿司ないよ。もしもし、たっちゃん。いやーよ、またすっぽかしちゃん。あった、その顔で。先生、お願いします。来てください。この度は、はい、すぐ伺いますな、もう。こっちは腹ペコだよ。え、一丁目三番地だよ。はい、了解。一丁目三番地に急行。お宅で買ったお茶は開けてみたらバラバラじゃありませんか。あ、バラバラ。わかりました。バラバラ事件だ。現場に急行せよ。かんちゃん、どれが出るってかわかんなくなっちゃったのよ。それからどうした。それからどうしたって、どうしたらいいのかこっちが聞きたいくらいだよ。まったく。そうだ、今度こそいい考えがあるぞ。電話の相手がくしゃみをすればお前は壺に戻れるんだから、とにかくみんなにくしゃみをさせるのである。その通りでござるな。呼ばれて飛び出て、とにかく飛び出て、ジャ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 ーンと。はい、じゃあこのスプレー式胡椒でいくからね。おはようございます、皆さん。毎日ご苦労様でございます。では、まだお前がいるということは、この中にはご主人はいないというわけだ。一体何の前だよな。これまた失礼いたしました。すごいラッシュでござるな。まあ、この胡椒を電車中に振りかけるんだ。いいな。あら、ビンドビン。電車胡椒めちゃめちゃビンチョ。アクション。この中にもいない。というわけでござるな。別にくしゃみする必要はないんですよ。アクション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 。まだお前がいるということは、お前のご主人はこの辺にはいないということなのだ。おらら、そんなのないでござる。私のご主人様探してください。おろろ、くちゃくちゃくて泣くなよ。ほら、落っこちるじゃないか。それからどったの。ああ、くたびれた僕も嫌になっちゃったよ。はあ、ちゅうちゅうぶ。出ました出ました、あくびちゃん。どうしたね、お二人ともそんなに衝撃変えちゃって。実はこれこれ、しかじかで私のご主人様が誰だか分かんないんですよ。ダメね、二人とも。それで電話の中で何か手がかりになるものはないの。そういえば飛行機の音のような。飛行場からかけてきたんだったら、もう北海道かフランスへ行っちゃったかもよ。北海道？フランス。わかんないわよ。ニューヨークかもしれないし、イギリスかもしれないし、スイスかもしれないし、イタリア。おらら、どうしたらいいんでござるか。それじゃ石を壺の中に戻れない。おっとたま。おらららら、あった、これこそ素晴らしいアイディア。そう、恋のモンタージュ。
中。そうだよ魔王、お前はね電話の相手の声を覚えてるだろ。だからね、いろんな人の声を集めてその声を作り出すのである。その声を作ってどうすんです。え、その声にくしゃみさせるんだよ。任しておけって。それからどうしたの。ブタブタ小ブタ挟んで捨てろでございますので、私はラッキョウとバナナの似てるところはね、皮を剥きやすいということでして。いろんな声を集めてあるんだ。これを合成して魔王の聞いた声を作り出すというわけさ。私は山田のかかし。おかえりとはじゃん煙関東です。いやいや、こんな声じゃないでござるよ。いやー、これは全然違う声ですよ。毎度おなじみ、ちり紙の交換で。違う、違うでござる。これでもないのか、もうやめた、一抜けたーっと。患者さんのあたりのことも考えてください。止めて、止めて、いやー、これこれこれでござる。これがそうだって。よし、今度はこの声にくしゃみをさせてやるぞ。患者、本当にできるでござるか。任しておけって、専門家の人たちにちゃんと教えてもらったんだから。魔王、壺の中に入る用意をしとけよ。はいはい、お早くどうぞどうぞ。行くぞ。まだ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 、いつでも OK でござるよ。どうぞ。やったぜ。それで、ダメ、ダメなのよ。やったぜ。それで、ダメなのよ。やったぜ。あら、ダメなのよ。本当にどうしたらいいのよ。もう嫌い、魔王ちゃん。おらら。あれ魔王、あれ、今くしゃみしたのパパ。風邪をひいたようなんだよ。また呼ばれて、つぶせて、じゃパパさん、電話のくしゃみでパパさんでごちゃったが、パパさんでよかった。ほんとによかった、パパさん大好き。チムチムチムよ。それからどうした。魔王さん、昨日は本当に大変だったわね。パパが電話の相手だなんてね。パパさんでよかったでござるよ。こうしてハンバーグも食べられるしね、ほんと。まったく、東大元暮らしとはあのことなんだな。いやいや、電話だ。おい魔王、出てこいよ。カンちゃんはすぐ面倒なこと私にさせるんだから。やんねちゅう、ぶつ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 。もしもし、こちらハブ、いや、予定間ですけれども。あ、魔王かい、ちょっとママに伝えてほしいんだけどね。どうも鼻の調子が悪い、くしゃみが出そうなんだよ。くしゃみと、パパさん、ダメダメダメなんですよ。パパさんから電話ですよ、早く出てくださいでござるよ。魔王が用件聞いとけばいいじゃないか。でも、とにかくダメなんですけど。今くしゃみされたらハンバーグがパンになっちゃうんですよ。早いとこ食べておこうと。おいしい。魔王のやつ、耳栓なんかして食べることになるとあんな知恵が出るんだからな。何を言っても聞こえません。今ダメなんです。ハンバーグだけ私の命ですからね。ああ、早く食べちゃうの。